現場の西山さんと西。はい、おはようございます。おやーす、アリース。3月26日ラーメン西山屋天気報の時間です。アリース、アリース、アリース、アリース。じゃあ鎌田君、空行きましょうか。はい、どんな感じですか。曇ってますね。はい、今日の天気は雨ですね。今日ずっと雨、ずっと雨ですよ。ずっと雨ですか。これからちょっと雨強くなって、はい、明日の夜の11時まで雨。マジですか。ずっと雨ですよ。そっから曇りって感じですね。あ、最高気温が16度、最低気温が3度ですね。ちょっと寒いって感じですね。寒いっすね。いやー、なんかちょっと最近なんかちょっと 鼻声なんですよね。なんかそうなんですか。花粉症か風邪かどっちかわかんないですね。どっちだと思います。風邪じゃないですかね。なんか風邪っぽい感じするんですよね。なんか鼻水が溜まっちゃうんですよね。あー、風邪っすね。風邪ですかね、これ、やばいっすね、これから。やばいっすね。熱が出るかもわかんないですね。今日忙しかったですね。忙しかったっす。川ルカ君一気です。あ、一気の方です。弟の方。はい。第2日目ですよね。はい。でも2回目で結構回せましたよね、なんか。あ、結構回したっすね。結構、なんかお客さんいっぱいいたりよ。お酒とか作ったり。はい。まあ、なんとかいけそうですよね。いけるっすね。なんか、でも、なかなか、あれですよ。能力高い感じですね、見てると。これから どこまで伸びるかって感じですね。はい。じゃあ、ラーメン西山屋天気予報の時間でした。なんか一気くんなんかお知らせとかないんですか。お知らせっすか。はい、やっぱ寒いんで、はい、上着を着て出ましょう。あ、さすがですね。いいこと言いますね。じゃあラーメン西山天気予報の時間でした。アリース、アリース。